はい、よい風景です。ロスローリアンと話をつけるために、フィタック城を目指してます。じゃあ行きますか。そうだそうだ、その前に、少し編成で準備を整えたいと思います。次のマップはね、今までのマップと比べると、やや難度が高いんですよね。で、カノーブス出せなくなっちゃいました。レベル上がっちゃったんでね。レベル上がってしまうと敵のレベルも上がるんで、それ良くないです。で、デニムはバーサーカーでいいかな。そうだそうだ。じゃあ装備。せっかく手に入った、フランシスカ。これ得意武器じゃないかな、バーサーカーの。確かね、ちょっと待って。バーサーカー。あれ、得意武器とか出ないのか。まあ、いいか。あとはね、誰使うかって話なんですけど、こいつ使いたいですね。これね、フェアリー使いたいです。カノープスの代わりに、スナイパーになってもらいます。あとは、アネットね。アネットは、クレリックにして、とりあえず武器はシビアなまんまでいいかなと思うんですけれども。で、あと誰使うかって話なんだよな。これ出すか。プレザンス出すかどうか。ちょっと待ってください。あ、違ってしまった。間違ってキャンセルしちゃった。ローディングが長い。5人だから、デニム入れて5人だよな。フィアリー入れるだろう。で、ゴーレム入れるだろう。で、あとは、アネットを入れて、これ4人か。あともう1人だな。あともう1人アタッカーがいいよな。よし、じゃあこうしよう。じゃあ、プレザンスの、魔法。あ、しまった。イクソシズムまで解除することはないだろう。で、アネットに、足の体行使できなかったんだよな。まあいいや、とりあえずヒーリングつけておきます。これでいってみます。うまくいくかな。ことライム。ここはね、味方のユニットのレベルをうまい具合に調整するっていうのが重要なんですよね。あとは、ゴールマンなるべく前に出したいから、これで4人か。あともう1人。あともう1人アタッカー入れたいかな。攻撃できる、サラ入ってんだっけ？あ、そうだそうだ、忘れてた、あいつだ。フェアリー。フェアリーここでいいか。これって言います。うまい場合高台に登れればな。大活躍できるんだけども。あとね、雨が降らなければね。天気抵抗が低い。天気が悪くなると弱くなっちゃいます。そういうユニットって多いんですよね。晴れてますね、ラッキーです。いい加減に観念したらどうだ。それともここで死にたいのか。殺したければ殺しなさい。命を捨てても思想までは奪いやしない。生意気な女だ。やれ。貴様たちは何者だ。あの女は解放軍のものではないな。他の組織の連中か。いずれにせよ放っておけない。助けたいのは山々だけど。これ、このマップのクリア条件を決定する選択肢だったんじゃないかなと思います。上にすると難易度が上がります。助けないとクリアできないじゃなかったかな。確かそうだったと思います。記憶が確かだ。せっかくだから難度上げちゃおうぜ。ゼレン星放っとけない。助けるぞ。せっかくだからさ、少しは難しくしたいよね。あれ、敵リーダーどうすんなっちゃった。ユニットを救出するっていう感じはないな。まあいいや。まあとりあえず、あのユニットは救出したいですね。基本的にはそう考えてます。はい。攻撃集中されるんじゃないかな、こいつな。で、これレベル6なんですよね。で、敵のレベルが今5になってます。こちらのアタックチームのレベル、最高レベルを5に上げしているので、こいつはゲストだから関係ないです。とりあえず、なるべく回復させたいから、先行させて、
前に置いておきます。このユニットだったら多少攻撃食らっても大丈夫です。で、ここだな。ここ13か、高さ。ここは8、届くな。よし、じゃあ近いやつから順々に攻撃していくか。こいつはスピアか。チェインメール装備してますね。防御力は少し高いんじゃないか、こいつ。30ポイントか。いい感じのダメージ出るな。で、こちらのアーチャーも移動させておき、待機。で、レオナルが頑張ってくれるから、てか攻めんのか、システィーナ。反撃食らったな。これは抜かれなく回復させておきたいが、スタンスローター来るか。 46% が可能性高いな。これは食らないでほしいんだけど。あー、当たっちまった当たっちまったよ、システィーナ。なんかこれ服装がなんか可愛いですよね服装がなんていうかね、ロリっぽいっていうかねなんか戦闘服って感じじゃないんだよな。あ、てかアーチャーか。アーチャーだな。ダメージは低いけど厄介だな。とりあえずやっぱりシスティーナにダメージが集中しますね。やっぱり集中狙いか。ダメージが低いのは助かるけども。あら、リューモスはこっち来るな。敵のボス、リューモスですね。こいつをやってしまえばもう簡単ですね。まあ、粘ってもしょうがないから倒してしまうか。ちょっと待てよ。かなりダメージがまずいね。ゴーレム、役に立たないかな。敵の攻撃を拡散できればなと思って連れてきたんだけど。あ、まずいぞ。とりあえずここに置いておこう。敵の攻撃を、あ、しまった、間違って待機しちゃった。ちょっと待った。間違ったよ。操作ミスった。しょうがない。リューモスやるしかない。しょうがないな。ヒーリング。しまった。ヒーリングかけたかったんだけどな。間違って待機してしまった。とりあえずボスを、ね、速攻でやるしかないな。なんか複雑なこと考えるよりもそっちの方が簡単かもしれないね。これ倒せる。ボスが前に出てくるタイプで楽勝でしたね楽勝だった途中操作ミスもあったけど、こんなところで俺は死ぬのか。せめて彼女に。このね、せめて彼女にとかいうユニットは大抵ね、あの N ですね、アライメント。はい、クリアしましたもっと粘ったもんよかったけどな。操作ミスがあったからね。キュアペーストキュアペースト、あ、これで回復しようとか思ってたんだな今回はイベント中心ですね。ありがとう、あなたたちのおかげで命拾いをしました。私はバレリア解放戦線の戦士です。この町に蓄えられた補給物資を奪うために偵察に来たのですが、あのざまです。バレリア解放戦線だって、あの過激派が。こいつは厄介だ。厄介ってどういうことなの？私たちと同じではないの？彼女は亡きドルガルア王を信奉するバグラム極右組織のメンバーだ。聞いたことがあるわ。バグラムにも現政権に反対する人たちがいるって。そういえば確かに聞こえはいいが、やってることはただのテロだよ。無関係な住民を巻き込む恐ろしい破壊工作ばかり行っている。それがバレリア解放戦線だ。誤解です。それは司祭ブランタラの現政権によるプロパガンダです。あの、一応言っとくと、あのプロパガンダってのは宣伝って意味です。普段使わない言葉かもしれないで、一応ね。私たちバレリア解放戦線は以前のような人種や思想を問われず平等だったあの頃を取り戻したいと。平等だって、お笑い草だね。以前のどこが平等だって言うんだ。お前らバグラム人にとってはそうだったかもしれないが、
俺たちはムスケラのように扱われていたんだ。そんな、ではあなたたちは何のために戦っているのですか？オールスターの未来のため、真の平和のため。こういうね、地道なね、なんだろうな、考え方、なんて言えばいいのかな。重要なんですよ。思想的なものがね。ちょっとずつね、蓄積されていって影響を与えていくんですよね。ここは最善のルートを歩みたいので、真の平和のため。真の平和のため、話さない世界を築くために僕らは戦っている。ならば私たちと共に戦いましょう。目指す世界は同じはず。バカなこと、俺たちがバグラム人と一緒に戦えるわけないだろう。こいつが言った真の平和ってのは、俺たちゴルスタ人が人間らしく生きていける世界ってことだ。お前たちなんかと一緒に暮らす平等な世界なんて望んじゃいねえ。そんなもんクソくらえだ。バイス、もういい。どこまで話しても、所詮平行線に終わるだけ。システィーナと言ったな。ここは見逃してやる。我々の土地からさっさと出ていくんだ。これは我々の戦いであり、ここは我々の戦場だ。バグラム人の好きにはさせない。わかりました。でも私は諦めない。必ず平等な世界を築いてみせるわ。いつかはあなたたちも気づくはず。争いのない真の平和を望むなら、個人の欲望を捨てなければならないことに。さあ行け。そして二度とここへは来るんじゃない。なんか個人の欲望を捨てなければいけないって言ってるところから見ると、こいつはなんかあれかな、社会主義者なのかな。なんかそういう概念があっても良さそうだよね。なんていうか現代的だからね。ゲリラとか言ってるさ、極右勢力とかさ。でも極右って言うとなんていうか、ねえ、ファシズム的なものを想像するけども、そういう感じではないよね。なんとなくね、あいつらね。まだ12分ですね。この先行っちゃいますかね。フィタック城、行っちゃいましょう。この先のイベントも今回で見られるんじゃないかな。実はここ次回にしようかなと思ったんだけどもね。ことライムが楽勝だったからね。何者だ、名乗るがよい。我が名はレオナール・レシリモン。アルモラカ騎士団の騎士である。オルスタの偉大なる指導者にて、我が主ロンウェイ公爵様の使者として参上した。しばし待たれ。ここがロスロイヤンの陣取るフィダック城だ。白鳥城とも呼ばれるか。見た目とは裏腹に難攻不落の要塞だという。確かにこの城を攻めるのは辛いな。暗黒騎士バールゼフォン。待っていたぞレオナールよ。公爵殿の書状をこれに。これでございます。ご苦労であった。中で休まれるかよい。なんか渋いっすよね。渋いですよバールゼフォン。お待たせした。公爵殿の提案は実に興味深いものであった。してご返答はいかがか。うむ、それならば我が主から直接聞かれるのかよろしかろう。なんとランスロット卿がこの城においでになっているのか。暗黒騎士ランスロット、よく参られたウォールスターの戦士よ。私がランスロット・タルトロスだ。初めてお目にかかります。アルモルカ騎士団のレオナールでございます。してご返答はいかに。貴公は地と請求だな。よかろう、公爵殿にお伝え願おう。バグラム人の王座ブランタ公はガルガスタンとウォールスターの争いには興味がないと仰せだ。我がロスロリアも同じ。この前通り中立を保とうぞ。ありがたきお言葉。我が主もさぞやお喜びになるはず。しかし、貴殿らは我らの力なしで勝てるとお思いなのか。
無理でございましょうな。元より勝とうとは思っておりません。我らの願いはあくまで共存できる世界を作り上げること。しかしガルガスタンは誇り高き民でございます。我らが他国の国を借りたとあれば、平和的な解決を志す穏健派の者たちを窮地に追い込みかねません。なるほど。貴公はバグラム人のように我がロスローリアにツケを回し、他民族の反感を買うようなことをしたくないと申すのだな。これは面白い。 いえ、そのようなこと。まあよい。我らも名誉を重んずるローディスのためだ。汚い仕事は他人に委ね、享楽を貪るバグラム人のようになりたくないという気持ちも分かろうというものだ。何、貴公が連れている従者があまりにお若いのでな。そのような少年少女を用いなければならぬほど、オルスターを追い詰められているのかと、つい心配したのだ。言葉ではございますが、この者たちは若くとも立派な騎士にございます。おほう。アルモルカ城をガルガスタンから解き放ち、公爵を救いました。またクリザローでは、絶対絶命の危機にありました。この私の命を救ってくれたのもこの者たちなのです。おお、ゴリアテの若き英雄とはそなたたちのことであったか。それは失礼だったな、許されよ。それにしてもどこかでお会いしたことはあったかな。直接お会いしたことはございませんが、ただ。ただなんだ、はっきり申され。何年かぶりに雪の降ったあの晩、港町ゴリアテであなたたちは。やめないか、課長。我らの役目を忘れたのか。姉さん、今はよそう。敵と手を組めるはずがない。どっちがいいんだろうね。まあ、多分ね、姉さん今予想の方が現実主義路線。2が何なんだろうね。2のはでも個人的な議論な気がするんだよね。一理やってみるか。ここは個人の欲望とか捨てていかないとね。システィーナの言ったように。姉さん今予想。もう僕らだけの戦いじゃないんだ。あの焼き打ちの時の頃か。あれは確か。ゴリアテに反乱物資が潜んでいるという情報で攻めました。偽情報だったというあれか。そうか、では恨むのも当然のこと。過ちとはいえ無礼を働いたのは我ら。相手すむものではないが許されよ。この通りだ。おやめくださいませ。我らは急ぎ戻らねばなりません。そうか、もう少しゆるりと言葉を交わしたかったが。ご無礼の段、平にご容赦ください。それではこれにて。やっぱりカリスマ性がありますよね、ランスロとタルタロス。だけどこの人が言ってたゴリアテに反乱分子がっていうのはこれ方便ですね。どう考えてもゴリアテはガルガスタンの領地ですからね。バグラム人は関係ないんですよね。ガルガスタンの、違う、ウォルスタ人の自治区だったのかな。だから言ってることは明らかに嘘なんですけれども、まあ、後々この辺の真相っていうのは語られることになると思いますけど、何もあそこまでなさらなくても良いではないですか。ハボリも覚えているか。はい、不貞なると頼もしい男でした。仲の良い兄弟であったな。かつての貴公らと同じように。っていう感じですね。このイベントはなんていうか興味深いですよね。なかなかね、なんか腹の探り合いっていうかね。でここから先行けないんだよな。まあ、行く理由ないんだけど。で次はアルモルカ城に戻ったところから始めようかな。こことライムか、フィタク城から叩き出されたって感じだな。じゃあレポートちょっと見てみるか。あ、これちょっとこれデータだった。ちょっと待って。ウォーレンレポートをちょっとだけ見てみるかな。人物。暗黒騎士、バールゼフォン。
ロスロリアのナンバー2、ローディスの信徒ガリウス出身、ローディス人。本国で5つの騎士団を従えるボクラス准将の息子。元老院からロスロリアンが独立しているのも、この男の太いパイプがあったのも。この人ね、38歳なんですよね。ちょっとだいぶ老けてますけどね。だいぶ老けてるよね、この人ね。38歳だからね。びっくりだよな。で、ランスロット・タルトロス。あれ？ランスロットの方が年上なんだ。39歳。ローディス峡谷がバグラム指導者ブランタとの密約に応じてバレリアに送り込んだ暗黒騎士団ロスロリアの団長。同騎士団は同国の国主、サルディアン教皇直属の騎士団であることから、ランスロットは教皇の片腕的存在と推測されると。こいつはなかなか面白いですよ。まあ、これからお話に関わってくると思いますけど。で、あとあれかな、かいつまんで、システィーナ。システィーナ、年齢不詳だ。バグラム解放戦線の戦士、バグラム人。ことライムでガルガスタン軍と交戦中に救出。思想の違いから高齢に発展し、その場で別れた。現在のところ、消息は不明と。システィーナね。こっから先、お話かかってくると思うんだけども、この人ね。結構可愛いですよね。システィーナね。風のシスティーナ。仲間にしたいですね、ぜひとも。はい。今回この辺で切りますかね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。